昔々遠い未来のあるところにおじいさんとおばあさんとお父さんとお母さんとお兄さんとお姉さんと弟と妹が住んでいました。とその話は置いといて、太郎くんが一晩かけてじっくり抜いた鼻毛が一本道路脇で佇んでいましたところへせがれがやってきてこう言いました。邪魔だからそこどいてよ。お前が避けて通ればいいんじゃん。鼻毛のくせに生意気だな。鼻毛のくせにとはなんだ。続く。せがれと鼻毛の口論は延々続いておりまして、見ていた九段が言いました。はい、譲り合いが大切だよ。ほら譲れ。お前が譲れ。道を譲らないってんなら踏んづけるぞ。うわっ、おい、見事にかわした鼻毛役一名はひらりと宙に舞い上がり、九段の鼻毛になりましたとさ。めでたしめでたし。むかしむかし遠い未来のあるところに長いムダ毛が一本生えておりましたが、最近どうやら調子がおかしいので四丁目の勇敢な人が点検してみることにしました。うわー、どうしたんだ。大変だ。キューティクルが剥がれてるぞ。村人たちは大騒ぎ。この一大事をどう乗り越えるべきか三日三晩話し合いましたが、どの案も一長一短、これという決め手に欠けるものばかり。せがれに相談してみよう。続く。ムダ毛ペラペラ。すいません、相談があるんですけど。何？ムダ毛のキューティクルが剥がれてるようなんです。ちゃんとリンスしないからだよ。すいませんって、どうしたらいいんでしょう。抜いちゃえばいいんじゃない。永久脱毛でございます。オッケー。あ、その手があったか。その翌日、村人たちの手によってムダ毛は毛根から抜かれ、枝毛の脅威を免れることができましたとさ。めでたしめでたし。ムダ毛ペラペラ。ブワッ。昔々遠い未来のあるところにモーちゃんと姉ちゃんがおりまして、毎日退屈だねーなんて話をしていましたところへ、せがれがやってきてこう言いました。暇なの？うん。渋滞しない？どうする？はい、オッケー。そして4匹は渋滞を始めました。参っちゃったな、急いでんのに。ぶつくさ言うのは渋滞の醍醐味です。ムダ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 。普段が何かに気づきました。一番前って渋滞じゃないじゃん。つまんないから帰る。私も僕も。一人寂しく渋滞しておりましたせがれが、翌日はたと気づいたに一人じゃ渋滞じゃないじゃん。おーい、おはいやー、はいはいはい、渋滞してる。渋滞に混ぜて。いいっすよ。せがれは無事渋滞することができましたが、いつこの先頭にいる花子さんが渋滞でないことに気づくかを考えると気が気ではありませんでした。めでたしめでたし。うわっ。昔々遠い未来のあるところに古びた便器と綺麗な便器がおりまして、貫禄ある便器になりたいな。綺麗な便器は手入れが行き届きすぎて貫禄がないので、このままでは老後が心配です。みんなに使ってもらわないとダメだね。みんなって誰？みんなはみんなだよ。綺麗な便器はみんなを探して旅立ちました。その話は置いといて、やってきました BS アンテナ付き3階建てワンルームマンション、築15年、家賃管理費込み3万円ぽっきりでございます。誰？カバだ。毛穴のチェックに来た。開けろ。日頃からスキンケアしないこの家族にとって毛穴のチェックは家庭崩壊を意味します。全員配置につきました。突撃せよ。大黒柱の出番です。お父さんに任せなさい。はい。マンションガバッと開いてカバ全滅。家族はこの一件で考えを改め、スキンケアのため全身パックして無駄に仲良く暮らしましたとさ。めでたしめでたち。